小バスがかかった。ほら、小バスがついてる。ほら、ね、なんか玉網で救えそうな感じだけど、まあいいや。それ、ほら、引き釣りました。また小バスだな。ほら、あ、さっきついてたやつか。ああ、ずれた。チキショウ、ずれちゃったよ。なんかさっきと同じぐらい惜しかった。もうダメか、この水。チキショウ、またかかりました。ほら、また同じぐらいのサイズ。こんなのがいっぱいいるんだ。今日はここに、ね、こっちか。ああ、また外れた。チキショー、浅いな、かかりが。チキショよかった。バスか。ああ、松田。かわいい。そう、このサイズなんですよ、今日は。でもこのサイズでも、このサイズ美味しいから食えば、まあたくさん釣れればっていうか、5匹ぐらい釣れればそれはそれで食材になるんだけど、まあまあ、ほら、これで3匹目。そら、ほら、3匹目、やった。このサイズが一番でもね、美味しいですよ、バスは。うん、もうバスはね、このサイズに限る。釣るのはあまり面白くないけど、まあすぐ釣れちゃうから。いいとこ。どうよ、ダメか。どうよ、やつらもでもな、結構ちっこいからって言って割と頭良くなっちゃってるから、今、あの、ほら、及川保育園に通ってるから。ああ、及川先生、どうよ、ほら、食ってんのかよ。食ってんの。草が釣れてる。まだいるな、でもな、あいつ、まだ嫌がる。まあ、食ってくれよ。嘘？そら、そこだ、そこ。まあ、たくさんに行っちゃった。あ、行った。お、ちょうどいいとこ行ったけど、全然シカトだよ。動じない。なんか、
あいつなんか武術やってんじゃねえのか、なんか全然動じなかった今、ピクリともしないもん、なんか動かざることは山のごとしみたいな、お前なんだお前、お前もしかしてちっちゃいくせに武将か、おいこのやろ、ああまたまたまた間抜けな釣り人は草を釣ってしまいました、ダメだな、あそのうちバスどっか行っちゃった、ああもう本当にほら、あ釣れた釣れた、やったやった、ほらこれだもん、釣り人間の方が1枚も2枚も3枚も間抜けでございます、ちっきしょー、どっか行っちゃったよ、まあいいや、いた辺に投げ込んどきゃその辺うろうろしてんだろ、17時7分前、なんかカモがご飯の時間になってるみたいだし、バスもなんかご飯の時間だったみたいだな、でもまあ私は今日は小バスが何匹か釣れたからこれで納棺にしましょう、はい、そして今回持ち帰った釣果はこの食い頃サイズのバス4匹です、まあ小さいけどね、このぐらいのバスが食べて一番美味しいんですよね、20センチそこそこって感じですかね、まあ一応ちょっとメジャー当てて測ってみますか、これねほら、これはずっと来て22センチね、みんなだいたいそのぐらいですよ、ほらね22、これはちょっと小さいからね、こうして20センチね、こんなもんですね、じゃあね今日はこの4匹の食い頃サイズのバス何にしようかなと思ってね、またいつものように河原の近くのスーパーマーケット、最近あそこ頼みだからね、あのスーパーマーケットに行ってみたんですよ、そうしたらな、期待に応えてくれるスーパーだったよ、ありましたよ、これだよこれ、また見つけちゃったよ、バスコギ、え？バスコギ、何？バスコギ、何ですか？って感じでしょ、これなんですかね、丸見屋さんですよ、やっぱり丸見屋さんだよ、のりたまの丸見屋さんだよ、のりたま、バスコギ、なんか共通するこの語呂がありますね、これでよく見るとほら、韓国風すき焼き炒めの素って書いてる、韓国風の料理なんだね、で裏を見るとね、こう作り方というか材料とか書いてありますよ、バスまたは濁い、濁いでもいいんだ、細切れ300g、あ今回これ 300g はちょっと微妙だな、ないかもしれないけど、まあ頑張ってみましょう、であと野菜は玉ねぎ人参それにごま油だから、野菜の方もこれを買ったスーパーマーケットで買ってきました、それはこれでございます、また違うもの買ってんじゃねえかよ、丸宮さんが用意しろと言ったものと全然違うものを用意してしまいましたっていうのは、地元で採れた野菜を置いてある売り場っていうのがあるんだけど、そこにね玉ねぎ人参がなかったんですよ、多分あの地は玉ねぎ人参は嫌いな人が多いんだな、それでな買ってきたの、今日はこれハーブミックス、奥ちゃんの野菜ってか、奥ちゃんっていうのかなんか分かんない、でこれは作った人の名前だな、ここにほら、おまた、おまた、名前の方は難しくて分かんないけど、でも奥ちゃんって書いてあるから奥ちゃんなんだな、奥ちゃんの野菜ハーブミックス、わさび菜とかルッコラとかマスタードグリーン、赤リアスカラシナ、難しいな、マスタードレッド、リアスカラシナとかなんかこんなのが入ってるらしいよ、ほらわしゃわしゃって入ってるね、それとこれ香りエゴマ、これはね誰が作ったか分かんない、名前は書いてありません、
それともう一つ、これ青唐辛子。これはね、サラダ甘長唐辛子って書いてあって、辛くないんだって。辛くありません。で、これはね、作った人はあれ、岡部純子さんだ。岡部純子さん、38歳。え、38歳、岡部純子さん。前はちょっと辛いとか書いてあったよね。これはまた違うやつで、ほら、辛くありません。生で味噌やマヨネーズをつけておつまみにと書いてる。そうか、辛い女だと思ったら辛くなくなったんだ。そうですか。まあ、この話題はこのぐらいにしときましょう。じゃあな、これらを使ってだね、こいつらをバスコギにしてみようではありませんか。じゃあそうと決まれば、このバスをバスコギ用にさばいていくんですけど、まずは鱗を取り去りましょう。鱗が取れたら次は頭を落として内臓を取り去りましょう。はい、こんな感じで頭と内臓、胴体に切り分けることができました。そしたらね、この頭と内臓の方は廃棄してしまいます。で、今回のこれね、4匹のうちの1匹なんだけど、これよく見るとほら、ここに卵巣の出来かけっていうか、まだ未熟な卵巣があるからメスだったんですね。それでこちら胴体の方、いつものようにこのお腹の中を見ると、お、卵巣のかけらがまだ入ってますね。これね、1個だけね。これをじゃあ取ってしまって、そしてここについてるこの浮き袋の膜を、小さいから指が入らない、ここにほら浮き袋の膜がこうついてんですよ。これをね、調理バサミでいつものようにこう切り裂いてみます。そうすると小さいながらもね、これほら、ちょっとこうお腹の皮をこういうふうにどけるとほらね、出てくるでしょ。ここにほらブリブリっとしたこれ油なんですよね。こっちも浮き袋の付け根についてる油、バスはこのぐらい小さいやつでもここに油がつきます。で、この油が臭いんですよね。で、今回も三枚おろしにしますから、その時にあばら骨をすき取ってしまいます。そうすると必然的にこの油は取ってしまうことになります。それでは胴体の方は三枚おろしにしていきましょう。はい、ここまでできたら、このあばら骨を切り離すときにはですね、まあ、素人は無理をせずにこの調理バサミで行った方がいいですよ。あばら骨ね、結構ね硬いですからね。こう調理バサミで行えば安全にできます。そうしましたら、こちら側、この背骨のついた側も同じようにやって三枚おろしを完成させましょう。はい、これで1匹分が三枚おろしになりました。そうしましたら、この背骨の部分ね、ここは廃棄してしまいましょう。次はこのあばら骨、これをすき取っていきます。はい、これであばら骨がすき取れました。それとともに、ここについているこのブリブリっとした油、これも取ってしまうことになります。まあ、このぐらいのバスでも、それでこのお腹の端の部分、ここの油がちょっとついてるかもしれないんで、まあ、念のためこう細く切り取りましょう。それではもう半身の方もあばら骨をすき取っていきます。はい、こんな感じですね。お腹の端もこう一応ね、切り取りましょう。こんな感じね。そうしたらね、もうこのぐらい小さいとね、ここにね、血合い骨ついてんだけど、もうこれはね、多分ね、大丈夫だと思います。それと今回は皮もつけたまま使いましょう。4匹すべてがこのように3枚おろしになりました。そうしましたら、このバスをここに書いてあるように、細切れね、細切れ。じゃあこれ、細切れにしましょう。はい、こんなことで細切れになりました。そしたらこれ 300g なんだよね。
参考のために 300g あるかどうか、多分ないと思うけどね。このデジタルばかりで測ってみましょう。これで全部 241g、 まあ 240g ね。まあいいとこかな。じゃあバスの方の準備はこれで完了ということです。でバスの他に野菜の方はこんな感じ。まずはハーブ、それとエゴマ、これはね生で食えるんで、こっちはこんな感じでチョキ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 ハサミで切ってこんな風にしました。で岡部純子さん、辛くない岡部純子さんはこんな感じで、これもハサミでチョキチョキ切ってこんな感じにしました。これでねハーブと岡部純子さんはこれ別口でね、先にこっちを炒めてからその後これを入れて、最後にこれはもうささっとチャチャチャっと炒めて、それで調味料を加えて仕上げることにしましょう。でエゴマっていうのは確か焼肉かなんかの時に乗っけるか包んで食べるんだよね。だからそれ用にこのエゴマのでっかい葉っぱをねこんな感じで取っておくことにします。それでこの材料を炒めるごま油、これはこいつを使います。これは当家特製、特製のごま油だよ。ほら中にいろんなものが浮いてるでしょ。山椒の実とか唐辛子とか、あとスターアニスとかも入ってんですよ。これを使ってなこいつらを炒めるんだけど、結構な量があるよねこれね。炒め始めが特にバラ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 こぼれちまうと嫌だから、今回もこれを使って炒めることにします。それではケンタン隊の鮮やかな中華鍋さばきをご覧ください。できました、こちらでございます。おお、これがあの有名な韓国料理のバスコギか。これか、なんかこの前作ったカッタルビと似てるような気もするけどね。でもねほらよく見ると使ってる野菜が違うからな、この前とは野菜が違いますよ。だから違う料理だよと思いたい。それでは早速食ってみましょう。これだぞこれ、なんか薬膳っていうか健康になりそうだよねこれね、すごい。ほいでこれねエゴマ、エゴマかエゴマか知らないけど、これもこのように用意しました。こいつをな乗っけて、まあ包むというかね、そういう風にして食べてみようと思う。でまずはだな、まずは包まないでそのまま食ってみようと思うね。このバスのとこでバスはね結構ね細かくなっちゃったね今回はね、なんかフレークみたいに、まあご愛嬌ですね。うん、じゃあこれな、いきます。うん、これかバスコギ、うまいよ、うまい。うん、これは丸見屋さんのおかげだな。うん、丸見屋さんが調味料こう美味しいの作ってくれたから美味しくなってるっていう感じ。じゃあね今度はねこのね、この唐辛子とかこのね香味野菜とかこの辺も一緒にいきます。よし、うん、うまい。なかなかねこのね香味野菜いいね。それにこのやっぱり調味料ちょっと辛みがありますね。辛みもいいね。いきます。うん、うまい、いけるよこれ。じゃあ次はねこいつに乗っけて食ってみましょうか。じゃあまあちょっと準備を、準備な、準備準備、こうしてこの乗っけて、まあこのぐらいか、このぐらいだな、このぐらいでいいな。そうしたらこれをこうして一個取って、取ってね、こうしてほら取ってね。でこれどうするんだろう、こういうふうに、こういうふうにして手巻き寿司みたいにこういうにして下をこう折って、あちゃ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 、熱いな、これ熱いよこれ。でこういうふうにしてこういう形で食えばいいんじゃないかな。こういう形でね。じゃあこれでいきます。うん。熱い汁が手にぶじょって。うん。でもこれ、うん、熱い。エゴマ、おいしい。うん。なんかね、独特の香り。なんかこういうやつ初めて食うかな、俺な、エゴマって。なんか、パワラに入ってるような気もするけどね。なんか、独特の香り、なんかこんな匂いのする雑草もあったような気がするんだけど、美味しいっすよ。いきます。うん、こういう風にして食うのはなかなかいいよ、なかなかいい。ただこの手にブジューって熱いのが来るのがちょっと欠点だけどね。じゃあな、手に熱いのブジューって食らったとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば今日は日本酒、それも冷酒だぞって感じで、これだ、藤蔵っていうものかな、これね。これ貝の海運、これをな冷蔵庫でキンキンに冷やしておいたんで、このギアマンのグラスでいただくことにする。
それではいただきます。ああ、地べたい日本酒最高。いやーうまいっすよ。あだーす、このね貝の貝分、これもねこの野菜とか買ったスーパーマーケットで一緒に売ってたんですけどね、これ山梨県のお酒ですよ。美味しいっすよ。ありがとうございます。それにこういう地場のお酒とか地場の野菜、こういうのがありがたいっすよね。本当にありがとうございます。いやーそれにしてもね、丸宮さんやってくれるね。やっぱりね、のりたまだけのことはあるよ。のりたまってもう生まれてから60年なんだってね。やっぱり60年の貫禄ですか。のりたまバスコギカッタルビ、このネーミングはやっぱり60年の重みがないとなかなか思いつきませんよね。褒めてんだぞ、俺褒めてんだからな。いいか、ディスってんじゃねえぞ、褒めてんだからな、頼むよ。てなわけで今日の動画はこれにて終了です。それでは次回の魚釣り動画で会いましょう。ごきげんよう。